アドリアーノープル条約、またはエディルネ条約は、1828年から1829年にかけてのロト戦争の講和条約。1829年9月14日、ロシア帝国代表、アレクセイヒョードロビチオルロフ伯爵と、オスマン帝国代表、アブデュルガディルベイの間で締結された。オスマン帝国はロシアに、ドナウ川口とグルジアのアハルツィヘト、 アハルカラキ要塞への通行を許可した。オスマン帝国はロシアのグルジア、エレバンハン国、ナヒチェバンハン国領有を承認した。これらの領土は1828年のトルコマンチャーイ条約でガージャールアッサ、ペルシアからロシアに割上された領土であった。条約はダーダネルス海峡をすべての商船に開放、穀物、家畜、木材貿易が自由化されることとなった。 しかし、ロシアオスマン艦の海峡問題の解決は1833年のウンキャルスケレッシ条約に持ち越された。アドリアノープルにより、オスマン帝国はセルビア公国の自治を再確認、ギリシャの自治を承認、莫大な賠償金をロシアに支払うまでロシアがモルダビアとワラキアを占領することに同意した。しかし、後のウンキャルスケレッシ条約により、 賠償金は大きく軽減された。条約は、オスマン帝国とアラキアの国境ドナウ川の谷線に、定め、トゥルヌ、ジュルジュ、ブライラのラヤをアラキアに割譲した。ありがとうございます。